合う。あー気持ちいい。ああ気持ちいい。目疲れてますね。あ目鼻がうだ詰まってる。あ痛い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 。あしし目鼻がツボが閉じてます。ここ入んないっすね。いや硬いっすね、うん、めっちゃ硬い。閉ざしてますね、うん、閉ざしてます。このピーク過ぎましたね。ほぐせる期間を超えました。はい、いいねいいね。これはちょっともしくは船乗ってなんかじゃんけんのカードやってペリカやだな、地下で働かされる。そうですよね。ちょっと黒字に持ってこないとやばいっすから。いてて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 。スマホか。スマホ、パソコン、デスクワーク、外の寒さ。いいこと言い込んだりするね。いろいろやばい、良くないことが重なっちゃってんじゃないですかね。もうちょっとやっぱ体をいたわらないと。そうっすね。いや楽しいからといってやっぱ無理は良くないっす。そうっすね、うん。でもやっぱ最近スマホの時間が超多くなったんですよ。なんでですか。やっぱいろいろとちょっとアップしたり、うんうん、あいろんなところにあの、うん、いいね押し行ったり、あいた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 いろいろチェックしてたりすると、あいた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 いそういうのやりだすとなんか時間いくらあってもって感じじゃないですか。すね、ずーっとなんかなっちゃいますよね。ちょっと改めないといけない。そうです。もう時間決めないとじゃないですか。そうですね、もうこうなん夜の何時から何時はやらないとか。そうですね。うん、最近決めたのはもう電車の中ではいじらないって。ああなるほどね、うん、あなんかそうですね。そういうルール作ってちょっと目休めないと。そうなんですよ、うん、最近視力がガクンとちょっと落ちた気がする。あ下がりますよ。視力は悪くなっちゃいます。いってやばいな。ちょっとやっぱそう気がついた時に改善していかないと本当に戻らなくなりますよ。で人に言えなくなります。言えなくなりますよ。でも依存性ありますよね。わかります、うん、私もなんかついついなんかダラダラ見ちゃったりあるので、ね、なりますよね。そうそうなります。そんなね大した見なくてもね本当に死にやしないのに。そう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 、別に今調べなくてもいいことがまりなんか見ちゃ、ね、調べちゃうとかね。なんかでもそういうのやり始めるとなんか関連してえこれ何とか、ね、あこれそういえば見てなかったみたいな。ありますよね。いろいろこうやめ時がなくねやめられなくなるので。そうなんですよね。ちょっと改めよう。そうですよ。気をつけて。スマホの時間はちょっと減らそう。そうですね。まあ例えば同じ3時間見るのでも15分おきにちょっと何ですか遠くを見るとか。そうですね。そうそう続けて見続けるとやっぱりどんどん姿勢も悪くなったり。いやー痛い。あもう距離入るようになりましたね。そうっすね。問題がこっちですよね。うん、昨日がやっぱり腕が悪いですね。
でもさっきよりは入ってます。そうそう、うん、気持ちいいです、気持ちいいです。痛気持ち、はい、痛気持ちいいです。あー痛気持ちいい。はい、あーなんか中に入ってきたって感じが、あーうっしょーそこは痛い。これは痛いですね。痛い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 。こっちでちょっと腕いいですか。あー、はい、痛い。あー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 、この反応見て画面の向こうで喜んでんだろうな。でも残念なお知らせで。今なんか切れたハートしました。あ、本当ですか。電池なくなってそうですよ。あ、本当ですか。もう諦めます。諦めます。諦めます。もう先生のあれをシェアしてあげます。はい、シェアしますもん。もう体が大事一番。そうそう。やっぱ時にはいろいろなことを忘れて、しっかり自分の体を見つめた方がいいです。多分こう、自分の体のことよりも、いろんな別のことを考えてるんじゃないですか。そうですね。だからなんか今日の多分バッテリー切れ事件も多分なんかね、もう限界なんでしょうね。なんかもうぼーっとしてんじゃないですか。いろんなサインがそこに出てるんじゃないですか。そうですね。そう、ちょっとあなたもうやばいよ最近みたいな。そうなんですよ。よく忘れ物もするんですよ。 あれ入ってないみたいな。うん、多分ちょっとやりすぎなんですよきっと。そうそう、いろんなことを一気に。そうですね。そうですね。ちょっと多分佐々木さんもあれなんじゃないですか、こう思い詰めるたちというか、一度に全部やろうみたいに しちゃうとこあるんじゃないですか。なんかそうですね、やりだすとなんかハマっちゃうというか。そうですよね。うん、でやっぱ余裕持って無理のない計画をやってるつもりなんですけどね。でももうなんかついていけてないんでしょうね。もう忘れ物してるっていうか、もう今日の充電事件ちょっとやばいですね。そうですね。あれ したつもりなのにみたいな。まあ一応顎の向きはまっすぐになりました。あ、本当ですか。ありがとうございます。竹地軍団のあのね、ラッキョみたいな。いや、それよくわかんないですけど。いや、顔が曲がってる人いますよね、竹地君。ああ、そうでした。おー、ああ、痛いけど気持ち入る。うん、ああ。私のも充電がやばい。そろそろじゃ終わりですね、時間的にも。ありがとうございます。あう、あう。ああ、気持ちいい。ああ、響く。お疲れ様でした。ああ、ありがとうございます。はい、ああ、生きててよかった。ああ、すっきりした。ああ、すっきりしました。よかったです。なんか、目が開く。ああ、そうですね、多分、本当、この辺がすごい凝ってたので、それって目鼻のツボなんですよ。通り悪くなってたんで。ああ、すっきりした。結構ストレス溜まってる方って、自分であんまりストレス溜まってるって思ってないことがあって、まあ今はお話聞いててもやっぱりこう、その楽しいイコール疲れないでもないので、体の別ですもんね。そうなんですよね。やっぱいろいろな、実際まあ楽しくないことよりね、楽しいことの方が疲れにくいですけど、でもまあやっぱりやりすぎたりとか、そうですね、しちゃうと、はい。もうええとしか言えない。ええとしか。お疲れ様でした。ありがとうございます。いやー、すっきりした。よかったです。首が全然違う。全然違う。よかったです。もうめちゃめちゃ効きましたけど、本当に。いやー、でも違うわ。